俺新作ゲームの情報は、まあ、基本的にあれだよ、スチームの、まあ、1日1回スチームのその新作ゲーム欄のところとか定期的に見るし、まあ、あと国内外のゲーム情報サイト見てるね、毎日。もう日課になってる。まあだからみんながこれやってくださいとか知ってください、やりませんかみたいな言ってるゲームは、まあほとんどが知ってるゲームだけど、まあ単純にまあこれは俺の好みじゃないかなとか思ってやってないだけだね。まああとはやるタイミングとかもあると思うけどね、その時忙しくてできないとか興味ないのもあるけど、まあこれは今触んじゃなくて待った方がいいみたいなゲームってやっぱあるから。てか俺結構楽しみにしてる熟成ゲームいろいろあるけどな。実際バルヘイムはそろそろ食ってもいいかなって思ってる。バルヘイムは相当寝かしたね。そう、もうね、食えると思うんだよね。もう焼けてる。そう。あのゲームは絶対コンテンツ増えてからの方が、いいなと思ってたから、あれは発売日とかに買った記憶あるけど、ずっと寝かせてた。バックパックヒーローも、一回寝かせた。ちょっとつまみ食いしちゃったけど、バックパックヒーローもかなり期待してる。ジャンルのゲームなんだよな。まあ、バックパックはそうだね。まだね、俺も寝かせれると思う。マジでいい。あれね、マジアイディアがね、素晴らしい。コアキーパーも寝かせてるね。でも、コアキーパーは、まだ寝かせられるかな。と思ってる、俺は。あと2年ぐらい待ってもいいね、コアキーパーは。ビビットナイトのとこのさ、デロッパーが出した新作、名前なんだっけ？シェイプヒーロー、シャープヒーローファクトリーは、工場とローグライト、それを、にタワーディフェンスを融合させたゲームです。もうおもろいね。もうおもろい。工場とローグライト、それにタワーディフェンスを融合させたゲーム、これね、すごいことだよ。これね、わかってる。これね、うまいもんとうまいもんとうまいもんをやっぱ食ったらうまいんだよね、やっぱり。そう。これはマジでね、うまいもんなんだよね、これは。これマジ楽しみだなぁ。